今日正午前、森町の新東名高速道路下り線で少年野球チームが乗っていたマイクロバスから火が出ましたこの車両火災で新東名は一時、下り線が通行止めとなりましたこちらは火が出た直後とみられる現場の映像です今日午前11時40分ごろ森町一宮の新東名高速道路の下り線でマイクロバスが故障したと この車に乗っていた人から通報がありました警察によりますと運転手が故障に気づいてすぐに路肩に車を停めるとしばらくして車から出火したということです車には浜松市の少年野球チームの大人4人小学生20人が乗っていましたが怪我はないということですこの車両火災で新東名高速の下り線森掛川インターチェンジから 浜松・浜北インターチェンジの間が3時間にわたって一時通行止めとなりました。